願いします。うっ、社長お久しぶりです。もう22年恐ろしい。わー、女子バナ、皆さんこんにちは。ボート女子バナ日和です。今回もある共通点を持った女子レーサーの皆さんにお越しいただいて楽しいトークをお届けいたしましょう。今日はね、大丈夫かな。番組始まって以来かなり心配しておりますが、きっと永久保存版になることは間違いなさそうですね。それではお呼びいたしましょうか。まずはこの方です。女子バナは2回目の登場となります。あの岩崎工務店の社長、岩崎よしみ選手です。こんにちは。こんにちはかな。いやもうね、社長パンチ力が半端ねえ。ありがとうございます。パンチってちゃんと自分で書いてます。なんですかね、このなんだ登場の仕方がもう違和感なくなってきてるんですよ、多分ファンの皆さんも。うん、私も違和感ないないでしょ。全然恥ずかしくなくなった。じゃあ社長の方から、はい、工務店のメンバーを紹介していただけますでしょうか。はい、平鷹工業の平鷹奈々ちゃん、いらっしゃいませ。社長お久しぶりです。お久しぶりです。元気でしたか。元気にやっております。なんか可愛くなってない？大丈夫？自分だけ大丈夫？もう、あ、いつもいつも。いや確かに社長、なんか若干平田国工業可愛くなってますよね今回。可愛くなってる。おかしい、ちょっとずれてきたね。なんかずるいっすよね。でも私は大丈夫かな、可愛くってるかな。超可愛い。自分も心配しなきゃ。まあ、いやちょっと微妙に違うんですよね。岩崎工務店じゃなくて平鷹工業の平鷹奈々ということでよろしいんですよね、平鷹選手。はい、そうです。しかもね、工業の工は難しい工よね。平鷹工業もね、岩崎工務店は簡単。うわ、すごいわ。平鷹工業の刺繍はこれ誰が入れたんですか、平鷹選手。いや、あの社長が。あ、社長が自ら。はい、ミシンでできるんです。うわー、ミシンでガタガタガタだって。すごい、社長そんな繊細な一面も持ってらっしゃるんですね。じゃあ岩崎選手、またもう一人呼んでいただけますか。はい、西岡建設の西岡なるみ。うっす、お願いします。うっす。親会社の岩崎社長心中スタイルです。どういうこと。あ、全部これ岩崎さんが作ってくれたものなんで。あ、そうなんや。あ、それで。え、そうですよ。ちょっとね、これサングラスわからんけど、あのね、老眼鏡に変えてから。あー、そういうことか。そうやったよね。あ、オッケー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 。今日はちょっとね、社長からの一言で集合したんでしょ。このメンツでの女子バナどうですか。そうですね、これから の運営方針を今日決めれればいいかなと思います。ヒゲが取れそうになる。ボーっと女子バナ日和。今回の女子バナはですね、岩崎工務店、さらには平鷹工業、そして西岡建設の、岩崎工務店ご一行の皆さんでお届けします。はい、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。この絵面30分持つんかな。そもそもですね、この岩崎工務店ってのはいつ頃、これ岩崎さん誕生じゃんですか。去年のレディーソウル、うんうん、はい、ガマゴーリの、ええ、あの時に、うん、久しぶりにあの開会式、うん、ちょっとコロナで開会式がなかったじゃないですか、はい、それが開会式が始まるということで、うんうん、やばい、これは大体開会式で呼ばれてると思ってるので、うんうんうん、本当に切羽詰まって旦那、うん、二郎君にちょっと、うん、やばい、どうしたらいいって聞いた時に、うんうん、これをバチッと言ってくれて、うん、じゃあせっかくなので、そのきっかけとなったパフォーマンス皆さんで久しぶりに見ませんか。行きましょうか。見てみましょう。もう開会式のね、反省会が一番嫌よね。吉井岩崎
中小企業岩崎工務店、今年も一生懸命お仕事させていただきます反省会が嫌なんだってだけわかるわかるわかる。でもやっぱりかけがえのない裏の存在っていう意味ではご主人ですよね、柏選手。でも二郎くんが求めたのはこれじゃなかったらしい。違うんですか違うの全然違う。だけ家に帰ってきてあとねーって怒られながら、すごいこの姿で真面目に反省されてもな1年経ってね、今や本当大企業に、大企業グループになられてグループ企業やなねえ。ちょっと待って、岩崎工務店は誰がいるんですか、働いてる人は。うち優秀な子が一人おるよ。はい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 、あの長島真希、長島真希選手来た、うん、これはこの写真、社長はやっぱり長男を送らんといけんな大きい、うん、ね、タイトル取ったら、うん、もうこれ岩崎工務店社長よりって書いてあるやろ、優秀社員へって。いやあ、いいっすね、黄金のヘルメットより価値があるんじゃないですか本当。でもね、それこそ1年前のね、レディースオールスターのオープニングセレモニーで終わらなかったっていうところで平高工業が誕生するわけでしょ。社長が一人でしてるのがちょっとずるいなと思って、うん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 、ずるいって思う時点でちょっとおかしいよね衣装をくださいって、うんうん、って言ったら、うん、このフルセットできました。はあ、ちょっと待って、全部そのヘルメットもサングラスも衣装も基本的には岩崎工務店の支給、うん、あ、はい、支給です。あの支給、はい、すごいいいグループなんで、いい会社あもうお金かけますよ、お金はかけます素晴らしい。そういう時で平鷹工業らしさを出そうと思ったところってありました、平鷹選手は。ちょっとあのスタイリッシュに行こうかなと思ってますスタイリッシュ。ちなみにどんなところが。やっぱ着こなし方とか。着こなし方ね、はい、今度は西岡建設、本当は断りたかったでしょ。いや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 、もうありがたいことに。いや、あの初めから、うん、もう有無を言わさず始まったけんねそうか、正直な感想を言ってください。あ、正直、うん、もう嵐の中にいるみたいな感じですそうそう、とりあえず身を任せる、身を任せるみたいな私いつからやりましたっけ都の女子王座やね。あ、そっか、なんかもうめっちゃやってる気がしたいや、こんな衣装よう着とうもんね私たちそうですよね。さあ見ていきましょう、こちらでございます。何言ったっけ中小企業岩崎工務店の下請けです。今節も下っ端です。プロペラ板金作業頑張ります。いや、もう応援お願いします。寝てんね、今思えばなんか可愛い、下っ端っぽかった、下っ端っぽかった、下っ端っぽかった、ね、いい中小企業。ちなみに岩崎工務店グループでなんか集まったりすることってあるんですか、うん、レース以外で。この前のクイーンズクライマックスの前は、はい、あの忘年会を、うん、あら、はい、やろうということで。本当だ、工務店の格好、うん、スミさんと、はい、種森美優ちゃんは、うんうん、家建ててくれるのね。あ、そうだ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 、そう、家お客さんなんですよ。あ、お客さん、あ、お客さん大事にせんといけないよ、一客すげえキャラ設定とかいっぱい広がってるだからあのちゃんと接待してたところです。なるほど、これは31日、うん、の日ですよね。31日の最後のみんなでそれぞれのところに帰るんですけど、うん、その前の打ち上げ、空港のあのお寿司のあるとこですよね。そう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 、あそこでもう、ね、忘年会多めねえ忘年会多い。でも見てください、皆さんのね働く以外のこの素顔、
こんなに可愛いね3人とも。あ、入れてくれてよかった。やばいのそれ、私顔デカめやなと思ったけど、ちょっとこう引き気味にせんといけん感じやけどないや社長可愛いよ、ついつい前に出てしまうある社長は我ら中年の星なんですよ。あ、もうね、中年ほんと初老に入るところよスターですから、キラキラしてます。社長もう頑張ろうね本当に頑張ろう。これは第1回の社員旅行、あ、ガマゴーリの最終日。社員旅行って言って今1回だけですか、行ったのは1回だけ。1回だけ。え、じゃあ今後どこ行きたいですか、社員旅行。はいはい、社長札幌がいいです。いいよね、札幌で何したいですか。いろいろ食べたいし、飲みたいし、まあ、社長はもうこのセットで歩いてもらいますけどね。それはそうだね。いや、みんなやる、みんなやる。じゃあ西岡警察はどこ行きたいですか。私はシンプルに博多とか。博多の街を歩きたい。なんか美味しいものいっぱいあるけどあんまり知らないんで、うん、どうですか社長、今のお二人の意見聞いて、社員旅行のアイデアが出ましたけど。もう両方対応ということで。早いよっ、よし社長決定で。博多はね、レースでちょっとね、もしかしたら一緒になる可能性が多いから近そうですし、札幌も頑張っていこうと思ったらいけそうですもんね。いけるいけるいける、ね、いけますよね、ピューってね、いける。社長はどこ行きたいですか、社員旅行。いや、もう社長はもう出せばいいの。どうやって。いやらしいいやらしい、せめて可愛らしく。中小企業、せっかくなので社員の皆さんのね活躍をもう一回見たいという方もいらっしゃると思うので、2023年の皆さんの活躍ぶりを3人まとめてみましたので、一気にご覧いただきましょう。皆さんお元気ですか。寒い現場作業にはこのあったかいおかじゃん、初めて見る、ホットコーヒーに限る。うん、松本の M 安心安全に可愛い従業員と頑張ります。応援よろしくお願いします。課長カスタイリッシュランウェイみたいになってますから。平田工業の平田かなです。今年の主な業務は犬の散歩雑草抜き、それしかやってないので社長に怒られてます。本日新年会で担げるように頑張ります。来た来た来た、いきなり引き肉ね、恥ずかしそうに見ないでくださいこれがリアル。どうですか社長。いやもうね、見たくなかったっけ、見てなかったんやけどまさかの活躍がこれかいと思って、レースの話かなと思っとったらちょっとびっくりしたあー、おもろすぎる。ちょっと平田化工業どうですか、今のご覧になって。自分で見るは恥ずかしいけど、活躍これはもう最高でした。でしょ。奈々ちゃんはね、こう出て降りてきて、うん、私袖口っていうんかいな、あの降りてくるところにおったんやけど、うんうん、うわもうレースより緊張したって、うんうん、どこで緊張してんねんとか本当レースで緊張してください平田選手レースはそんなに緊張しない西岡選手はあれなんて言ってたの。ピクニックですって言いましたついてきてるかな高尾ちゃん。わからんかった。
昨年のクイーンズクライマックスのオープニングセレモニーでね、皆さん盛り上げていただいたんですけど、昨年のクイーンズは3人だけじゃなかったんですよ。もうご存知ですね。ちょっと改めて新しい工務店が誕生したということでご覧いただきましょう。松本工務店社長の松本でございます、はい、今年も1年皆様のおかげで元気に営業することができました。誠にありがとうございます。皆様、岩崎工務店の方々とともにたくさん応援よろしくお願いします。せーの、えいえいえむ、はい、みんな一緒にえいえいえむ、はい、もう一丁えいえいえむ。松本工務店所属社長の右腕並びに日光のスピード強桜本あゆみです。私も辰年なので今年の最後の優勝戦に向かって竜のごとく走り抜けたいと思います。それでは先ほど皆さんやりましたね、 AAM ご唱和ください。せーの、 AAM。 ありがとうございました。あ、面白い。ちょっとここまで巻き込んだのはやっぱり社長ですか、この M まで。でもさ、あの秋へ選挙運動っていうか、あの結婚式の挨拶やもんね。もちろん。いやもうね、あれは松本選手らしさ全開だった。真面目。あ、秋は面白い、ね、で、あのモッチ、うん、モッチは行く前に、うん、何を喋ったらいいんですかって、もともと口数少ないけど、うんうんうん、あんだけベラベラ喋るなって初めて見たけどね。本当にあれ覚えてたんですかね。ちゃんと言ってましたよ。多分ちゃんと心もうずっと練習したかもしれないよね。絶対してますよね。やっぱり右腕やわ、秋江の。そうですね。中小企業。今回は社長に皆さんの日頃の仕事っぷりを評価していただこうということで、お二人のレースを社長と一緒に振り返っていきたいと思うんですね。社長が見たお二人がいい仕事だなと思ったレースを振り返っていただきたいと思いますので、まずは西岡選手からいきましょう。社長、初優勝です。はい、見ていきましょう。ナルトでのあの初優勝、はい、そうですね、2023年6月3日ナルトの優勝戦、西岡選手はインコース、はい、記憶に新しいですね。そして2号艇には社長がいます。はい、社長もう必死やけど、社長ほらシャウマン、シャウマン、シャウマン。西岡選手、この時のシリーズってのはどういうシリーズだったんですか。もう流れが良すぎて、うん、怖かったです自分でも。あの優勝戦1号艇ってのはどんな気持ちだったんでしょう。当日はいや、めちゃめちゃ緊張しました。あ、やっぱり。でも当然社長たちはリラックスさせてくれたわけですよね。普通にいつも通りな感じでした。完璧なレースよね、かっこいい、うん、よかった。あのね、もう行く前にいつもこうやってね、この指とね、この爪の間のね、顔ね、もうね、指も爪も全部なくなるんじゃないかっていうくらい、こうなるみはね、ほじるんよ。でも毎回1号艇の時はこうやってなるみはしてるから、もう多分ね、この指ないと思う。もうなくなってると思う、この指は。あー、嬉しそう。いや、よかったです。あ、ファンの方も見てましたもんね。はい、すごい遠いところの水中サイダーだ、ね、いいところ1個も映ってないやん、これ映ってない。改めてね、初優勝おめでとうございます。本当ありがとうございます、ね、これも優秀です。優秀社員、やっぱり地元で勝つのはもうやっぱり一番いいよね、うん、嬉しいよね、うんうん、嬉しい。しかも嬉しいです。初優勝でね、一番こう残るしね、本当に私も一緒でよかった、うん、見れてよかった、うん、じゃあ今度は平鷹工業の働きっぷり、どこが良かったかっていうのを振り返っていきましょうか、はい、岩崎選手。あのね、奈々、うん、ちゃんはね、いつもいいんやけどね、うん、ちょっとかっこいいところ流してください、はい、あのあれ
あれですね、あれ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 した時ちょっとまたメガネ変えてね、どんだけメガネ変えるんですか。もうね、メガネが全部持ってくんよね。よし、ほらかっこいいよ、ほら、いけいけ、ほら、おー、完璧。これも完璧。なんか紅白見てる夜のね、おばちゃんみたいな感じになってだけどこれもほら、ちょっともうすぐだってね、これはめちゃくちゃ緊張すると思うよ。誰もが知りたいしね。わー、かっこいい、ほら、よりかっこいい。みんなこれを目指して頑張っておけね。いや、この時はね、コースの動きもあってというところで、平高選手、一言じゃないんですよ、あなたのレースですよ。あ、いや、もう社長にばっかり目が行ってました。ここレースね。そうよね、社長、その目がね、いいと思う、うん、これは老眼知ってる知ってるよ知ってるよね。ナナちゃんもたまにはめようやクイーンズクライマックスで優勝した平高ナナのレース映像より社長の絵面が勝つっていう、うん、絵面の方がいい見たなるみよく、あ、かっこいい、でもいけばいや、かっこいい、いや、すごーいかわいい、これね、めっちゃいい顔した。これね、本当にポーズと撮るのが慣れてない平高ナナならではですね。何あのポーズ、何だったんですか、あれは。いやいや、あの、お客さんが全くいなかったから、あ、そうやったんだ、無観客っていうか、そう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 、うんうん、無観客でなんか笑ってくれって言われても無理とで、これになったのね。あ、いやーいやーこっちや、あ、いやー、この格好で聞くの、うんうん、聞くのもなんですけど、あのティアラをこう、ね、手にした瞬間、クイーンズを取ったっていう気持ちはどうでしたか。ね、忘れました、でも、ね、おい前前すぎて、ということは今年狙おうか、またね。去年はほら、うん、ちょっとそうやって草むしりばっかりしよったけ、家で休みが多かったですからね。そう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 、草むしりしとった、こうやって、これは坂向けね。続いてはですね、やっぱり社長がお二人のレースをね、上げてくれたっていうだけじゃダメなんで、社長のレースを見ていきましょうか。いきましょう、2002年また老眼鏡に変えます、社長。これは見るよ、これです。生まれてる、生まれてる、生まれてるかな、生まれてる、生まれてます、生まれてます、これね、インコースだったんですよね。そうね、社長、2002年っていつっていう映像があるだけですごい。いや、頑張って思い出すようなシーンですけど、22年前を、もう22年恐ろしい、リアクションが昭和、恐ろしいよね、恐ろしいね。若い、若い、いやだ、ちょっと米倉涼子みたいじゃないですか。あの時にね、まだあの確か優勝したらどこへでも行っていいですよって航空券がプレゼントだったんですよね、うん、あ、ありました、ありました、はい、あの時なんておっしゃったんでしたっけ。あ、新婚旅行、そうもういいってね、うん、新婚旅行にね行ったのはメキシコに行ってきたんです、ね、あ、でもその姿を見て後に確か大谷香織選手がボートレーザーになりたいって思ったんですよね。びっくりする ね、 中小企業。さあ、続いてはですね、岩崎コンテにはやっぱり大きくなってほしいということで、うん、せっかくなんで、うん、いいところはいっぱいあると思うんです、うん、逆にちょっと社長のここ直してほしいなって思うところをちょっとね、グループ会社の皆さんに伺いたいと思うんですよ。多分ないと思うよ、困ってる困ってる、顔が困ってる。宿舎での机の上がお菓子だらけになって散らかってます。幼稚園児じゃないですか。平高選手、直してほしいところ、うん、やっぱ社長はやっぱ食べ物の執着がすごいんで、うん、食べ物かそう、あのみかんを送ったんですよ、うん、美味しいみかんをね、うんうんうん、送ったら
あのこうちゃんとオレンジみたいに切りなさいって言ったんですよ社長。切って食べなさいよって言ったのに、我慢できずにもう蒸してぐじゅぐじゅで食べれるっていう、一個一個みかんで吸い込むように食べてくるんですよ。もうダイソンの掃除機みたいにもう吸引力抜群で吸っていくそれ直してほしいね。直してほしい、すっごいいいみかんなんです、ね、あ、気をつけさせていただきます実はですね、もう一人、うん、優秀社員からですね、直してほしいというコメントが届いておりますのでご紹介させていただきます。多摩川のクイーンズクライマックスで俳優の神尾楓珠さんをベタベタ触るところあれですね、あれをちょっと直していただきたいということでしたいや、すいません、あれはでも興奮したよ。いや、すごかった、ね、でもあれご覧になりましたよね、見てましたよね、お二人ともベタ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 触るところ。いや、もうちょっと恥ずかしすぎて 目をそらしましたね。娘にすごい怒られた、超何してんねんってだってね、神尾楓珠さんですって登場した瞬間にうわーっつってベタ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 って騒いで、でも後に神尾楓珠さんに私トークショーさせていただいたんです。その時すごかったでしょう、一人公務店の人がちょっと近寄ってきたでしょうっつったら、いや、すごかったです、でもすごい人なんですよねって言ってた、すごい人なんですよってフォローしときました中小企業というわけで最後になりましたけれども、はい、お時間となりますので最後にですね、ちょっとファンの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。まずは、そういえばこの間ご結婚されたばかりの西岡選手、おめでとうございます。ありがとうございます。ラブラブ、しゃべれんやろじゃあファンの皆さんにメッセージお願いします。今年も頑張って優勝して、私も女子のビッグタイトル取れるように頑張ります。よし、西岡建設ありがとうございます。さあ続いて平高工業。とりあえずあの琵琶湖のレディースオールスターの方はあの私は出れないので、ホーム店の皆さんの応援に回ります。あ、素晴らしい、うん、優秀社員。はい、でその次ぐらいにまた私は頑張ります。次ぐらいに、うん、次ぐらいね頑張ろう、はい、そして社長、あの目標にしていい、社員の目標でね、私ね書いたんよ、ホーム店の目標でね、こうやって、おーすごい、目指すはトーナメ、おーすごい、こうやってね、そうなめしてほしいなと思って、あのふざけるだけじゃなくて、うんうん、うんうん、絶対に誰かが取って、うんうん、よっしゃーってまた大きくしたいなと思います。で個人的にはタオルもね、企画としてね作ってほしいなと思ってこれはあの普通のタオルでいけね、作ってほしいなと思ってこういう感じでね、作ってほしいなと思ってね、プレゼントしたいですぜひですね、この岩崎工務店グループの笑顔が素敵だなと思った方はこうグッドボタンと高評価を押していただきたいんですけど、これ最後に PR するのどうしましょうね。そらかわいいなるみ、なるみ行こうか。西岡選手、いつもの女子バナのあれお願いします。この動画がいいと思ったらグッドボタン高評価お願いします。あー、かわいい。それでは社長に締めていただきましょうせーの、 NNわーい。ボート女子バナ日和はボートキャストでもご覧いただきます。ボートキャストでぜひ検索してください。